こんにちは、カードです、今日もですね、オリジナルの手ぬぐいを作ろうと思っているあなたに向けたプロからのワンポイントアドバイス、これをですね、していきたいと思います。やっぱりね、オリジナルで手ぬぐいを作るときに、まあ、一番ね、気になるところ、まあ、私もそうなんですけども、価格だと思うんですね、値段で。これですね、まあ、どういうふうなデザインにしたら一番安くできるんですかっていうところです。なかなかね、我々のような業者に聞きづらいところなんでしょうけど、まあ、実際のところ言いますと、まあ、ちょっと見ていただきたいんですけども、このね、ように白場の多いデザインっていうのがやっぱり安くできる方法だと思います、ね、白場の多いデザイン、ね、まあ、これでしたら展示される3センチぐらいずつこう空いてますね、まあ、これは2色で使ってます、まあ、こういったデザインのものであったりとか、こういったデザインのものもそうですね、これは単色で作られています。白場での多いデザインです。で、両方ともね、今見ていただいたらいいようにすごくデザイン的には優れています。で、うまいこと使ってられるんですね、白場を。ですから、その何デザイン的になんかね、安っぽいなとかそんなこと全くなく、すごくいいものとして出来上がっています。もうこれデザイン次第だと思うんですけどもね。で、やっぱりインクを使わないっていうのが、やっぱりね、安くできる大きなポイント で、もう一つが、生地の端の方をプリントしないというところです。だから全面にインクをつけてプリントをするとか、デザインが端の方まであるプリントっていうのはやっぱりちょっと高くなるんですね。これは、生地をプリントするにあたって端の方までプリントするとなると、まあ、ずれた時のことを考えてちょっと型をたくさん作る、大きめに作る。そこにインクを流していきますので、台を汚すとかね。で、やっぱそうなると次プリントするときにはその台を拭いてきれいにしてからじゃないと生地を置けません、ね、だそうするといろんな手間がかかったりして、やっぱりプリント代が、高くなる、時間がかかるので高くなるというところなんですね。ですから、まあ、一番の大きなポイントとしては、白場の多いデザインにして生地の端の方までデザインを置かない。ただですね、いいことがあります。全面にプリントを、全面の例えば濃い色にプリントして白抜きにしましょうという時でも、その生地の端の方までプリントをしないデザインのものとあまり単価が変わらない、ね、方法は実はあります。ね、で、私どものその協力工場で、それはやるわけなんですけれども、その全面にプリントする生地の端の方までデザインしても、一番安く上がる方法とあんまり変わらない、まあ、逆に言ったら本当一緒ぐらいの値段でできるっていう方法が実はあります。で、この方法はですね、またですね、デザインによってできたりできなかったりっていうこともあります、まあ、細かいデザインはちょっと無理とかね、そういったことがありますので、この辺りはですね、ぜひその方法で作りたいと思われている方は一度相談いただいて、でデザインも合わせて相談していただくとですね、いいと思います、ね、一番いい方法、まあ、安くできる方法をその場で提案差し上げますので、ぜひですね、我々の営業の方に